连日来，在日留学生分别在驻日中国大使馆和东京新宿站前举行了声援白纸革命的集会及烛光悼念活动。日本议员发声声援。たとえ海外にいても、中国共産党の脅威っていうのがある中で、勇気ある行動を若者たちが行っているということは、本当にその国内の両親なる中国人の方々にね、非常に勇気づける行動だと思います。中国本土に残っている親族に対しまして、さまざまな圧力でもって、中国共産党の方針に従わせようとしています。そのような中でも、正義を掲げて、私たちは連帯して、自由のため、応援していきたいというふうに思っております。议员声援留学生勇敢付出的同时，对他们的人身安全感到担忧。その一方でやはり心配なんです。中国はご存知のようにナショナルセキュリティ法という国家安全法をやりました。我が国で合法的に活動しているこの勇気ある活動の言論ですが、逮捕される、弾圧される恐れがあります。これに対してですよ、私たち日本としてはですね、この人権を守るということで、この日本にいる彼らをですね、守らなければいけないということをみんなで協力しなければいけないと思います。日本议员认为，白纸革命的运动让全世界的人都看到了中国人追求自由的渴望，这将成为推翻中共的有力一击。新唐人电视台日本记者战旭婷、杨宇，东京采访报道。